はい、戦国武将紀行アマゴ、豊若丸、こちらのですね、長元寺さんの墓所には中央にアマゴ勝久公、右側がこの小さいのですね、この道寺と書いてあるのが豊若丸ですね。左にお名前が入ってます。で、右がですね、これ勝久公の奥様ですね。まだお若い方だったと思いますけども、最後にですね、父勝久公とともに神津城で亡くなったと。まだまだこれからという、年齢的にはね、ちょっとはっきりわからないんですけども、10代もしくは1桁ぐらいな、まだ同時とありますから、まあ同時というのはいろいろこの時代も取り方がありますけども、まあ、一般的にはまず元服はしてないと。そうなると、まあ、13歳15歳以下で、同時ですから、まあ、幼児ではないんでしょうけども、まあ、今の言ったら小学生ぐらいですかね、7、8歳、まあ、それにしてもあどけない、まだ子供ですよ。その方がですね、まあ、孫家の命運を、他にもね、子供、父親の、要するにこの方の豊若丸の兄弟は結構いたんですけども、まあ、お子さんが多いっていうのもね、孫家のちょっと特徴かもしれませんけど、まあ、いずれにしても皇族上の戦い、1578年、まあ、豊臣、まあ、織田方ですけど、まあ、織田に一時は忠誠を尽くしてですね、尼子家の再興をと、まあ、再興を仕掛けたところだったんですけど、まあ、最後ですね、毛利氏に敗れて、父の勝久公が降伏しましたから、もう本当は他の方の、命も除名嘆願というのが出てたらしいですけども、まあ、悲しいことにですね、父と叔父たちと共に自害したと。要するに織田方からしたらですね、まあ、ちょっと尼子の再興っていうのはあまり、ね、こう言っちゃなんですけど、メリットはないわけですよ。別にそのことでどうこうっていう、尼子方からしたらですね、まあ、織田、まあ、当時は羽柴秀吉でしょうけど、女性を得てでもですね、悲願である尼子家の再興っていうのをしたかったわけですよ。まあ、実質勝久公はですね、まあ、最後の当主、成人している方では当主となりますから、まあ、ちょっとこれはね、こればっかりは仕方ないですけども、まあ、特に若かったということでですね、ちょっと取り上げてみました。尼子氏最高ならず最後の、当主勝久公のお子様で豊若、尼子豊若丸および、その母親のお墓、長元寺さんでした。